休憩前に引き続き会議を再開します。タブレット10ページから11ページ4番後ろ康俊議員。私は日本共産党の議員として今期6月定例会に際して当面する調整の諸課題について質問をいたします。思い起こせば10年前の2011年6月6月定例会の前に私は即員の上に背中を押され岩手県宮古市に東日本大震災の日本共産党災害支援ボランティアとして1週間活動をしていました。その時は民主党政権で菅内閣であり野党であった自民公明は国会の大幅な会期延長を要求し大震災直後であったため全ての政党の合意で会期が延長されたものです。しかし今の菅自公政権は野党4党が要求した会期延長に応じず内閣不信任案提出となりました。よって国会は本日16日に閉じます。私はまず最初に日南町の義務教育、まず本年4月より新しく就任された青戸教育長の所信を問います。とりわけ昨年来の新型コロナウイルス感染防止対策により学校現場での対応についての問題点あるいはその教訓をこれからどう生かしていかれるのかという点についてもお聞きしておきたいと思います。次に2番目に公共交通である日南タクシーの営業の在り方について尋ねます。新型コロナウイルス感染防止対策として日南病院を会場に土日の高齢者のワクチン先行接種が始まっています。すでに接種率も非常に日南町高い状況が昨日町長から報告をされたところです。町営バスは全便日南病院に停車いたしますが日南交通が営業するタクシーは土曜日のみで日曜日の営業をしていないことは私は大問題であると考えます。日南町の公共交通確保対策の協議会で改めてこの日曜日営業について緊急に対策を講じていかれるべきだということを強く求めますがどうでしょうか。次に町有地の有効活用についてであります。第二団地で計画されているバイオマスガス発電事業の進捗の状況について伺います。2番目にプレカット事業の経営破綻により生じた跡地利用の懸案事項に一応の目処がつきました。将来的なビジョンがないままにであります。ウッドカンパニー日南の跡地利用も含めて再度緊急の町民アンケート、まあいろいろこれまでアンケートを取ってこられました。しかし実際には白紙に戻った案件が青写真はあったけども白紙に戻ったという経過がこれまであります。これについて、やはり直近の住民の意向それを正しく反映する意向調査アンケートこれを取られるべきだというふうに求めたいと思います。
次に、鳥取県の2月定例県議会で議決になって、正式に日南町への無償譲渡となった旧日野三高演習場、いわゆる三本松農場ですけれども、これの利用計画について問います。そして最後に、日南病院の再任用職員雇用のことについてただします。放射線業務従事者、2020年3月31日に退職をされましたが、市が日南町を被告として訴えた係争中の裁判、公判がすでに幾度か開かれていますけれども、それの経過報告を求めたいと思います。昨年の12月定例会に、弁護士費用の着手として77万円が補正予算で計上されていました。この点について、改めて、その経過についての説明を求めるものです。以上で最初の質問を終わります。執行部の答弁を求めます。中村町長。釧路康俊議員のご質問にお答えします。最初の日南町の義務教育の項目につきましては、この後、教育長の方から答弁いたします。私からは、2つ目の町内のタクシー事業の在り方についてということの中の、タクシーの日曜日営業について、公共交通確保対策協議会で対策を講じるべきではないかというご質問でございます。改めてタクシーはバスと同様に公共の移動手段として欠かすことのできない交通移動手段の一つであると認識しております。ご承知のとおり、町は町営バスとしての運行の一部を業務委託しているほか、お出かけタクシー制度を設けており、その役割は大変重要であるものであります。一方で、日南交通は民間事業体であり、独立採算で経営をされております。ご指摘の日曜日の営業につきましては、この度のワクチン接種以前から営業を行っておられない状況でありますが、その理由は経営状況などから熟慮された結果と受け止めております。町はワクチン接種の実施にあたりまして、交通機関の利便性を図ろうと、町営バスとタクシーの利用について調整を行ってきましたが、結果的には町営バスの一部拡充にとどまっているのが現状であります。このことによりまして、特にタクシーの日曜運行について、他方面からご意見をいただいたところであり、事業者には継続して予防を行ったところであります。ご質問のありました公共交通確保対策協議会の役割は、道路運送法第79条に規定される自家用有償旅客運送、主に町営バスに係る協議を行う場所として位置づけられており、タクシーの運行に係る同法第4条の規定に規定されております、一般乗用旅客自動車運送事業とは異なるため、法的な拘束力はない、生じないところであります。したがって、ワクチン接種を議題とした協議会の開催は、今のところ考えておりませんが、ワクチン接種が続く中で、移動手段を持たない方への対策について、引き続き検討を行っていきたいというふうに思っております。続きまして、町有地の有効活用ということで、第2団地で計画されているバイオマスの発電の進捗状況、というご質問ですが、昨年度、議会や地元に対して、民間企業にあります第二団地におけるバイオマス発電事業の計画を報告させていただきました。
森林資源を無駄なく、かつ効率的に活用するカスケード計画の一つとして、未利用資源の有効利用として期待されている事業であります。また、2050年までの脱炭素社会の実現に向けて、ゼロカーボンシティ宣言の街として、再生可能エネルギーの取り組みは重要であります。発電事業の進捗でございますが、事業者は施設の設計及び事業実施に向けて関係機関との調整を行っており、いまだ工事着手にはできておりませんけれども、事業実施に向けて詳細な事業計画を詰めておられます。また、町は地元の自治会等との協定の締結や水源調査などを行っておりまして、協定については最終段階に入っていると思っております。協定書の締結後は、土地の貸借等の事務を進めてまいります。事業者と歩調を合わせながら、事業の進めてまいりたいというふうに思っています。次に、大田原地区におけます利活用について、町民アンケートを実施してはというご質問ですが、将来的な利活用につきましては、検討を継続しながら、当面の間は現状に即した形での利用を考えております。具体的には農業振興や林業振興に特化した利用となりますけれども、公用車の車庫や朝取りの集荷場、町営バスの事務所の在り方など、現状課題を整理していく必要があります。また、大田原井手につきましても、対策を講じなければならない状況です。まずは現状課題に対してきちんと整理をしていきたいと思います。その上で、先を見据えた利活用につきましても進めなければなりませんが、現在は平成30年度に実施しました、日南町まちづくりアンケートの結果をもとにしながら、また直面する課題の解決のための利活用など、内部で検討を行っているものの、具体的な計画の公表までには至っておりません。町の中心地域であることから、立地から将来にどうあるべきか見極めるためには、多角的な面からの検討が必要であると感じております。議員からのご提案になりました、再度アンケート調査を行うことも一つの手段として、改めて利活用の構想がお示しできるよう検討を重ねてまいりたいというふうに思っております。次に、鳥取県から無償譲渡を受けました、旧日野高等学校の三本松の農場の利用計画というご質問ですが、令和3年5月20日付で正式に所有権移転登記を済ましたことをまずもって報告をさせていただきたいと思います。三本松農場につきましては、牧場や山林に地消を加えた約50ヘクタールを超える土地と、畜産の実習棟や生徒の宿泊所、研修棟などの建物について、再度現況の確認と今後の利活用方針を検証するため、去る5月24日に私も含め、副町長、総務課、企画課、農林課の職員で現地視察を行ったところであります。現状は、特に建物につきましては、材の腐食など、錆など、腐体の老朽化も顕著であります。現在のところ、広大な土地を含めて、すぐ何かしらの形で利用方法を決定することには至っていない状況であります。今後は、町有林の位置づけを含む町有財産として適正な管理を行いながら、引き続き政策案件の一つとして検討を進め、いずれにしましても、活用が町政にとって有益的で、地域活性化に資するものとなるよう、できるだけ早期に利用計画を具体化してまいりたいと考えております。最後ですが、日南病院の再任用職員雇用についてというご質問ですが、係争中の案件の経過ということですが、本件につきましては、これまでも経過について報告をさせていただいておりますが、現在、係争中の案件でございますので、裁判の中身についての答弁は差し控えさせていただきます。裁判の一定の判断が示された場合には、改めて報告をさせていただきたいと思います。
以上、釧路康俊議員のご質問に対する答弁としますが、最初の日南町の義務教育については、教育長の方から答弁をさせます。青戸教育長。釧路康俊議員のご質問にお答えいたします。まず1、日南町の義務教育について教育長の所信を問うというご質問ですが、小学校が統合して12年目を迎えました。小学校統合を契機に保障中一貫教育が進められた経緯もあります。ある一定の成果はありましたが、持続的な教育とはならなかったと思われます。これはですね、12年間にグローバル化だとか、あるいは情報化の面、あるいは急激な社会の変化で、日南町の学校教育もさまざまな課題が出てきているのが現状です。児童数は半減し、少子化による子ども同士の関わり合い、あるいは子ども同士の序列化など、好ましい人間関係づくりが子どもにとって大きな課題になってきたというふうに思っています。新型コロナウイルス感染症の影響により子どもたちの生活が不安定であります。ストレスを抱えているのが大きな課題だというふうに認識しています。そこで学校教育の課題を解決するためには、本年1月に答申いただいた日南町の子どもの教育在り方検討会の答申を具現化していくことが重要だと考えます。一つ目は、家庭、学校だけでなく、地域住民も参画した教育システムを構築する必要があります。それがコミュニティスクールです。地域とともにある学校、学校づくり、園、学校を核にした地域づくりをキャッチフレーズに、子どもや学校だけでは解決できないさまざまな課題を、家庭や地域の大人の力を借り、持続可能な学校運営を行うことが、日南町の教育改革の一つだと思います。二つ目は、保障中一貫教育の再チャレンジだというふうに思います。SDGs の17番目、パートナーシップで目標を達成しよう。15の春の子どもの姿をどういうふうに描くか、その姿を目指して目標を達成する、頭の柔らかい就学前から、その時期に身につけなければならないことを確実に身につけさせ、小学校へ引き継ぎ、中学校へと送る。そんなシステム作りが重要だというふうに思います。持続可能な教育にするためにも大切なものだと思います。3つ目は、認定こども園の設置です。SDGs の4番目、質の高い教育をみんなに、を実現するためには、就学前教育を充実させ、交流教育を含め、学校教育へと持続可能な町になるよう、日南町の発展に積極的に貢献する人材を育成するための学問、日南学も必要だというふうに思っています。これら4本柱を実現することで、子どもたちが日南の大空に大きな夢を描き、自己実現に向けて積極的に挑戦する子どもを育てたいと考えます。日南町で教育を受けてよかった。日南町で教育を受けてみたい。そう言ってもらえる教育の町、日南町を目指したいと思います。次に、新型コロナウイルス感染防止対策においての学校現場での問題点と、その教訓をどう生かすのかというご質問ですが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、本町は
これまでに2回の臨時休業を実施しましたが、他地域のような長期にわたる臨時休業措置には至らず、出席日数の確保もできました。しかし、学年末の大切な時期に臨時休業をせざるを得なかったこと、例年行われている学校行事等の中止や延期、学習活動の見直しは子どもたちや学校現場に大きな影響があったと考えます。学校現場の負担という面では、臨時休業への対応だけでなく、学校行事の縮小や内容の変更、学習活動や学習方法の制限など、さまざまな感染防止対策を行いつつ、子どもたちの学習活動や学校生活の充実対策を行いつつ、失礼しました、充実を図るための取り組みを両立することの難しさが大きかったと考えます。現在では学校行事や教育活動をすぐに中止や延期するのではなく、感染状況を鑑み、感染予防対策をしっかり取りながら、できるだけ実施に向けた方法を検討し、子どもたちへの影響を最小限にとどめるよう努めています。今後も感染予防や子どもたちの安心安全を第一に考えた学校行事や教育活動等の実施に向けた取り組みを継続し、子どもたちの学びや教育活動を止めないようにしていきたいと考えます。また、臨時休業等に対応するためにも、課題プリント等の準備だとか、ICT 活用のを充実にも努めてまいります。以上、釧路康俊議員のご質問に対する答弁とさせていただきます。再質問がありますか。4番、釧路康俊議員。はい、質問の通告を教育の内容からしてましたので、アート教育省に、最初に質問を行います。で、いろいろおっしゃられました。で、基本は1月、本年1月に出された西南町の教育のあり方会議という、非常に、詳しい内容のことが中心であったと思いますが、昨日からの一般質問で、いわゆるスマート農業とか、ICT とか、いろいろあるけども、私はやっぱり昔のことわざで一番肥やしは親父の足跡とか、草を見るより草を取れという言葉もあります。要するに、現場に行って、足を、田んぼの水を見る、他の草を取る、今、除草剤もあってですね、あれですけども、やっぱり、ICT、ギガスクール構想と同時に、本当に現場でものを見て判断する、そういう教育も求められると思います。で、特に、昨年10月に小学校で不幸な、事件もあったりして、非常に憂慮してきた経過もありますけども。そういうことを受けてですね、新型コロナの関係もあって、非常に先ほど教育省の答弁にもあった子どもたちがいろんな意味で不安になっていると、心がもやもやしているという状況で、具体的に私は現場はね、子どもがいる現場、教室あるいは体育館、運動場、それをやっぱり教育者が、学校の先生がしっかりと見ていくと、
これが まず基本だと思うんですよね。ですから、そういう教育の実践を、新しく、まだ2ヶ月余りですけども、新しい教育庁は、具体的にどのような現場での取り組みをやっていかれようとしているのかについて、お聞きしたいと思いますが、どうでしょうか。はい、青戸教育長。今、議員言われたことっていうのは、確かに私も同感ですし、そうなっちゃいけないというふうにも思います。で、就任してですね、2ヶ月、各校長方、校長先生方、あるいは先生方にですね、お願いしたのはですね、やはり子どもたちをよくよく見てやってほしいということが一番最初。で、その中で、やっぱり先ほど言いました、小学校から中学校、連携してやっている部分では、中学校の先生も小学校の子どもたちのことはよく見てやってくださいよと、あるいは小学校の先生は中学校の先生、中学校の子どもたちのことをよく見てやってくださいよと、一つだけ声をかけるだけでも違うんだよっていうふうなことっていうのは言いました、お願いしました、そういうやっぱり、挨拶ができたなっていうふうに褒めて、中学校の先生が小学生に言ったら、やっぱりものすごくこう違う、小学校の先生が言うよりは、中学校の先生に言ってもらった方が、それだけ効果は大きいというふうに私は思います。ですから、逆に言えばですね、逆に小学校の先生もそうです。中学校に、お前、よう頑張ってる地校だなっていうふうに言ってやることによって、子どもたちっていうのは伸びていくというふうに思っています。ですから、そういう声かけ一つがですね、やっぱり大きなポイントではないかなというふうなことで、お願いをしてきました。また余談になるかもしれませんけれども、一般のやっぱり住民さんにもですね、そういうふうなことっていうのが大事だというふうに思います。挨拶ができんがなっていうふうによく言われます。確かに挨拶ができていない部分っていうのはありますが、自分の身にかかった先にですね、本当に挨拶しとくかなというふうなことっていうのも、やっぱり考えてもらいたいなという部分もあります。ですから、今ボランティアでたくさんの方々にお世話になってますが、あの方々に声をかけてもらうことっていうのは、すごくものすごく影響が大きいというふうに私は考えていて、そういうやっぱり環境づくりをしていきたい。お前、よう、このことはすごいなっていうふうに言われるとですね、やっぱりそういうふうに周りの子どもたちも、あの何々君はこんなことができるんだっていうふうなことっていうのが、やっぱりそういうので、崩れていく関係が、序列化してたものが、やっぱりちょっと違ってきたと、あの子にはあんなにいいところがあるのかというふうなことっていうのが、よく分かってくるというふうに思います。ですから、そういう先ほど釧路議員おっしゃいましたように、やっぱり人間対人間、これが基本だというふうに私も思います。以上です。青戸教育長、お気持ちはよく分かりますが、答弁は簡潔にいただきたいと思います。4番、釧路康俊議員。ありました。小学校移行統合して12年ですか。で、子どもたちは、小中学生ともに、親が送ってくる場面もあるし、ほとんどスクールバスで、町営バスで通学しますよね。そうすると、やっぱり地域の住民とのコミュニティが本当、全くないような状態で朝晩過ごします。で、私たちはやっぱり未熟さを食って食べて学校に行き来するのが楽しみだって、中学校は自転車で帰ったりしていたわけですけど、そういう暮らしができない環境にあるわけですから、やっぱり地域の住民の皆さんと、コミュニティスクールとかいう話もあるわけですけども。そういう地域の住民の皆さんと本当に自然にね、交流し合える関係、それをどのように作っていくかということも重要な課題だと思うんですけれども、この点について、教育長の見解を問います。はい、青戸教育長。
先ほど言われたことというのは大事なことだというふうに思います。で、コミュニティスクールの中でですね、地域学校共同活動という、まあ、今、今年度立ち上げたCS サポーターという制度があるんですけれども、その中に、まちづくり協議会を含めた形で、まあ、以前でしたら、多利地区のですね、まちづくり協議会さんが、子どもを3日間止めて、面倒を見てやるというふうなこと、今年は今度、岩見がですね、夏休みに子どもを寄せて3日間、寝泊まりはないんですが、地域の方々が面倒を見て、夏休みを過ごす、こういったことっていうのが非常にこれからは大事になってくるんではないかなというふうに思いますので、今、釧路議員おっしゃったことっていうのは、私も同感であります。以上です。はい、4番、釧路康俊議員。はい、ICT の関係でタブレットを全児童生徒がに対応されています。それは家庭での使用状況、まあ、について実態を把握されていますですか、持ち帰りは許可されていますか、学校で教室で使うタブレット、その点をちょっと確認しておきたいと思いますが、どうでしょうか。はい、青戸教育長。はい、今のところまだ持ち帰りはしていませんが、私はこれからは持ち帰って、家庭学習なり、あるいはそういったいろいろな道具ですので、効果的に使うような指導はしていきたいというふうには思います。4番、釧路康俊議員。私も、まあ、家庭でもせっかく学習の、まあ、一つのツールですので、大いに利用すればいいと思っています。で、ちょっと視点を変えて、先ほど教育省、序列化ということをおっしゃいましたよね。で、これは、まあ、私どもがいつも危惧している全国の学力一斉、調査ですね、テスト、まあ、昨年と今年も、大体4月の第4土曜日ですか。金曜日、水曜日ですか、4月に毎年開かれるわけですけれども、これによる、まあ、点数をつけるわけですよね、小学校と中学生に。これもまあ、あの子はよくできると、成績がいいということが、まあ、教室内で一定の評判にもなるし、それが子どもの序列化を招いている要因にはなりはしないかと思うし、まあ、鳥取県も独自に県で学力調査を行っています。まあ、一部、鳥取市と米子市だけの場合もありましたけれども、このテストの調査の実施のあり方、これについて子どもの序列化との関係について教えていただきたいと思います。はい、青戸教育長。子どもにとってですね、今言われた学習状況調査のテストはですね、まあ、テストと言っていいのかということはあれなんですけれども、それでもって子どもが、お前頭いいなとか、お前悪いなっていうふうなことっていうのはありません。それだけは言っておきたいというふうに思いますし、ですが、まあ、大人、我々という教員自体はですね、やっぱりランク付けされると、やっぱり嫌なものです。あそこの学校はこうだなと、日南署はこうなのかっていうふうなことっていうのをランク付けされると、やっぱり嫌なもんですが、やっぱりそこから抜け出したいという、逆に言えば意欲っていうものを出てくるというふうには思っています。4番、釧路康俊議員。はい、もう一点、まあ、小学校、生理の貧困の問題で、町長にも岡本議員と要望書、予算要望というか、具体的な政策提案を行いました。で、小学校、高学年、まあ、から、まあ、中学校で、女性のトイレ、あるいは、まあ、保健室にはあると思いますけれども、常時設置してあると思いますが。
やはりコロナ禍の中で経済的な理由でなかなか生理用品が買えないという子どもが、まあ、現実にいるのかどうなのか、私も聞き取りはまでは知りませんけども、そういうことについての学校現場での対応にはどのように考えていられるのか、お聞きいたします。青戸教育長。はい、今現在、そういったことでですね、調査をしたというふうな実態ではありません。ですから、まあ、今評判になっているといえばちょっとあれなんですけども、こういう問題についても、やはり、学校現場に直接出かけて聞いてみたいというふうに私も思っています。以上です。4番、釧路康俊議員。はい。これは県がね、独自に補助事業を組んでいますので、まあ、しっかりこの点では対応を検討していただきたいというふうに思います。で、あともう一点、その PCR 検査の関係で、まあ、同僚の岡本議員もおっしゃいましたけれども、やっぱり学校先生、まあ、教員、それから、まあ、保育園の保育士等も含めてね、やっぱり一定の、本当に私は、まあ、コロナに感染していないんだという確信を持つには、やっぱり PCR 検査が、まあ、頻回検査をしないと、そのデータも確かでないということも言われていますけども、やっぱりそういうエッセンシャルワーカーといわれるケアをされる人たちにはね、ぜひとも教育長として、まあ、予算権は町長にあるわけですけども、それについても予算要求もしていってもらいたいと、教育現場ではそういう不安の声がないのかどうなのか、私は本当大丈夫なんだろうかという方もいられるじゃないかと思いますので、その点、どのように考えていられますか。青戸教育長。はい、議員をおっしゃられることっていうのも分かるような気もしますが、今それこそコロナワクチンを打っている段階で、前回もですね、日曜日、土曜日、余ったワクチンで、保育園の保育士は打っております。ですから、そういう部分での対応であるとか、あるいは今、県内で教育委員会を中心にしてですね、教員に打ってはどうかというふうなことっていうのが論議されているというふうに伺っています。ですから、そういう部分でのやっぱり、子どもと接する教職員、あるいは保育士といったところにですね、まあ、先にワクチンが行き渡るような形っていうのを、われわれも求めていきたいなというふうには思います。町長いいですか、整理の関係。言わない？言わない？中村町長。先ほど議員の発言の中の生理用品の関係があります。まあ、ご承知の通り、鳥取県の方が独自で、補助制度を設けられまして、まあ、内容的には市町村が実施した内容について、まあ、支援するという状況であります。で、今回の補正の方で、その、まあ、額は少額かもしれませんが、対応していきたいということで、補正予算に計上させていただいておりますので、ご審議いただければと思います。4番、釧路康俊議員。生理用品については、まあ、補正予算が次に出て提案されますので、その中で、まあ、審議等を行っていきますが、まあ、これで以上で、まあ、教育問題については大変簡単ではありましたけれども、基本的な教育長の姿勢をお聞きしましたので、終わりたいと思います。続けて、この公共交通のタクシーの問題ですよね。で、まあ、実際に日南交通という、まあ、タクシー事業者、会社が、今、
業務委託で町営バスやあるいはデマンドバスをやっておりますよね、受けておられますよね。で、実際には運転手が確保できないから日曜日の営業を止めているんだと、ローテーションが組めないかというふうに私は推察するんですけども、この業務委託の町営バス、デマンドバスの実態と営業日の考え方について、答弁を求めます。中村町長。ご承知のとおり、タクシー事業者のドメスコ化運行状況につきましては、以前からあっておりまして、少しずつ少しずつ、どう言いましょうか、平日の時間外をなくすとか、いうようなことも、前段にはあったというふうに思っております。で、数年前、私も副町長当時にですね、この協議会に携わっていた経過がありますので、お願い事項として、あくまでもお願い事項ですが、それこそ、どう言いましょうか、タクシーの運転手というか、運転手の確保について、尽力いただいて、そして営業日の拡大をお願いをしたいという経過がありまして、その後、求人あたりで出されたというふうには承知しておりますけれども、実質的な、どう言いましょうか、雇用にはつながってないのではないのかなと憶測をしております。ですから、基本的には運転手の皆さんの労働の時間帯ということもありますので、そういったところでの今現状ではないのかなというふうに思っております。デマンドあたりもですね、等お世話になっていますので、その辺の実態につきましては、担当課の方からですね、説明をさせていただきたいと思います。実の部企画課長。はい。お尋ねの、デマンドバスの、運行について、ご回答させていただきます。デマンド運行につきましては、平日、月曜日から金曜日のいわゆる平日において運行しておりまして、土曜日、日曜日、祝日、いわゆる休日においては、固定をした路線による運行のみということで、整理を、現在運行をしておる状況でございます。以上です。4番、釧路安田市議員。ちょっとお聞きしますけど、県内のタクシー事業者で、日曜日に営業していない事業者ってありますか、現実に。ちょっと、もし調べておられたら、教えてください。中村町長。ご質問の日曜日の営業がない、タクシー事業者の数という話でしょう、ご質問ですけど、分かる部分がある、ちょっと多分現時点では、この場ではちょっと把握しきれてないというふうに思っています。ただ、鳥取県西部の方の動きとして、ある町から亡くなったとか、最近ですね、事業体が亡くなったというような状況はありますので、そういう話はお聞きしてますので。けれども、曜日のに限定した話というのは、ちょっとまだそこまで把握しきれてないのが現状でありますので、ということを報告をさせていただきます。4番、釧路安田市議員。はい。西成町の観光協会を瀬川の駅のあたりという話もかつてありましたけど、例えばね、西成町に庄山に駅に降り立って、一番に、交通の便のない方はタクシーを利用されますよね。私はコロナ対応だけの問題ではなくて、UDA タクシーで、特に新商社の方がね、ワクチン接種に行かれる場合は、UDA タクシーを利用したいということで、たまたま、土曜はあるけども、日曜日の時間を選択された場合にね、そういう人のことも配慮した町内の事業者ですから、やっぱりそれは強力にね、町長自らきちっと要請されていくということが大事だと思いますけれども、
いろいろ法令上の理由を述べられましたけれども、誰が考えても日曜日の営業をしないタクシー会社なんてありえませんよ、現実問題として。ですから、町長の政策から見ても、当然、一歩前に進むべきではないかというふうに考えますが、どうでしょうか。中村町長、はい、今タクシー事業界に、関わるというのはなかなかどう言いましょうか、厳しい状況が、日南町だけではなくてあるというふうに思っております、先ほど申し上げましたように、県内の西部でもその町から事業体がなくなった、あるいは甲府町さんがですね、町のタクシーというようなことの取り組みを始められました。そういう状況に鑑みて、やっぱり公共交通というか全体の見直しというのが狭まれているということは言えるというふうに思っていますので、そういった意味でいろいろデマンドあたりの実証あたりもやっておりますので、そういったところと合わせて本当にどう言いましょうか、住民さんがタクシーの形態のタクシー形態の中での今後の需要というところも考えながら政策を作っていかないといけないのかなというふうには思っております。4番釧路安田市議員。住民の利便性ということで、やっぱり甲府庁が取っておられるような方式もね、一つの検討に値するというふうに思います。ですから電話一本で、安心して送迎してもらえると、そういう環境をね、やっぱり町内の住民にもう緊急に確立してもらうということが重要だと思いますけれども、実際に UD タクシーを利用してワクチン接種したいという方は、土曜日はあるけどもということになると思うんですね、現実に。そういう配慮をタクシー業者にね、もう少し町の実態を言いながら対応していただくという強い姿勢が求められると思いますが、再度町長の考え方をお聞きします。はい、中村町長。ワクチン接種にかかる、どう言いましょうか、タクシーの利用者のあり方っていうのは、計画段階からお願いをしてきた経過がありますし、また先般も担当課長の方から再度申し出をしたいという説明をさせていただいたという経過があるというふうに思っていますので、その動きをさせていただきたいと思います。ただと言いやおかしいですが、町としてできることは、ワクチン接種を予約する際に、どう言いましょうか、交通手段を聞いておりますので、その中でタクシーを利用されるしたいという希望者には、できるだけ土曜日に日程をですね、予約の日程をそういった形にしてタクシーの利用できる形を、こちらとして柔軟な体制の中で進めておりますので、そういったことも配慮いただいたり、あるいは同じようにバスの利用をしたいという話の方も、時間設定の中でできる形の予約の段階で決めておりますので、特段な、どう言いましょうか、支障があるという状況ではないというふうに思っておりますが、とは言いながら、やっぱりタクシーですので、いつでも乗れるというのが一番原則論だというふうには認識しておりますが、今、一定の限界が現時点であるというふうには思っております。はい、4番、釧路安田市議員。はい、現実に日南交通と交渉されましたか、直近の話し合いは持たれましたか、その点を一点お聞きします。中村町長。直接私はしておりませんが、担当課でしていると思いますので、課長の方から説明させます。渡辺課長か。はい、渡辺福祉保健課長。はい、タクシーの日曜日運行につきましては、
ワクチン接種が始まります、当初に一度させていただいた経過がございます。この度につきましても、日南交通さんの体制は変わらないということでした。しかし、今後の一般接種に向けての日程につきましては、タクシー事業者さんの方に送らせていただいて、再度ご協力いただきたいということでお願いはしております。4番釧路安田市議員。公共交通全体のあり方からね、やっぱりデマンドバスやタクシーのあり方についてやっぱりもう少し緻密なことをタクシー業者の要望も聞きながらね、対応をしてほしいと。で、確かに法令はあるわけですけれども、本当に町内の営業をされているわけですから、皆さんが本当に共生できるね、まちづくりのためにも、至急に詰めた議論をしていただきたいというふうに思います。で、次の項目に移ります。町有地の利活用の点です。で、時間の関係もあるのでまとめて言いますけども、そのまず第二団地ですよね。これは昨年の10月に事業者が来て会議室で説明を聞いてビデオも画像を見させてもらって、今年、後期日程ではですね、令和3年の9月に試運転というふうな工程表をいただいております。この工程表自体がすでに頓挫しているじゃないですか。何も動きはありませんが、どうでしょうか。はい、中村町長。はい、スケジュール的には頓挫っていうか、少しずれてるっていうのは正直なところだというふうに思っています。ただ、事業自体が中止とか廃止とかということではなくて、前向きな気持ちは確認を、直接的ではありませんが、間接的ですが、そういう話を聞いております。先ほど申し上げ、答弁の方で申し上げましたけど、少し設計の段階の方で、少し研究する余地が生まれたということが聞いておりますので、そういったことで少しお時間が費やされているというふうにお聞きしております。4番、釧路安田市議員。で、これは農林課の管轄にもなると思いますが、町長がやっぱりしっかりと担当課、あるいは木材を集約する直接の森林組合ですよね、この説明に来られたのは、森林組合の職員が来られました。ですから、このあたりを本当に、バイオマス発電という、バイオマスのガス発電ですよね、これを西南町が本当に進めていこうとするならば、なんか今の様子見のような状況では、物事が進まないというふうに思いますけれども、どうでしょうか。中村町長。進んでないっていうのは、現実だろうというふうには思っておりますが、当然、頓挫してるっていうふうには思っておりませんので、ですから、当初の計画のスケジュール感からの着手は遅れてるというふうには思っておりますけれども、具体的なところにつきましては、これからだろうというふうには思っております。4番、釧路安田市議員。日南町森林組合は、病保のことについては、かなり詳しく、27日にあった総大会でも説明されました。だけど、このバイオマス発電については、ほとんど触れられなかったですよね。ですから、材木を集約、原材料を集約する森林組合とよくコンタクトを取ってね、進めていかれないと、
その工程表がずれていく、まあ、直接に事業が開始されないと、土地の賃貸契約は結ばれないというふうに思いますけれども、ただ、やっぱり大きなプロジェクト事業ですから、よろしく進めていただきたいというふうに思います。それで、まあ今、ウッドショックということで、木材の価格が非常に高騰していますよ、塩山市場も、棺、ヒノキとも、まあ、マスコミでずっと報道されているから、皆さんご存知だと思いますけど、大体、リュウベ 1.5 倍ぐらいの市場価格になっています。そうすると、いわゆるガス化の熱源に原材料と利用したとして利用したい材木もね、一番に出して高く売りたいという、まあ、当然の林家のあるいは林業者の思いもありますから、この辺のこともね、よく調査されて物事を進められないと。一も取らず二も取らずというふうなことになってはいけないので、一言申し上げておきます。はい、次に、プレカット周辺の跡地については、まあ、中心地の特別委員会も、もう定例会中に開かれるし、ただし、プレカットだけでなくて、ウッドカンパニーの、もう完全にウッドカンパニーは、これも総大会で説明がありましたけど、2000万の費用をかけて、もう全部機材を提供したという話でした。ですから、もう あそこでは絶対もう製材ができないわけですよね。ですから、あの周辺一帯を、本当に、まあ、町長と答弁がありましたけれども、改めて町民の要望がどこにあるのかということ、例えば、まあ、かつてのトマトの選果場とかいう話も一部持ち上がった経過もありますよね。そういう全体像を早く提案できるように、しっかりと、まあ、町内の中で、あるいは関係農業団体も含めて、議論をする、まさにプロジェクトチームを作って、そのためには町民の要望がこういうことが寄せられているということで、アンケートを取られるのがいいじゃないかというふうに考えますが、もう一度町長の考え方をお聞きいたします。はい、中村町長。はい、議員のおっしゃる通りだというふうに思っておりますので、まあ、大きな2つの施設も含めて、朝取り の施設もありますし、まあ、車庫もありますし、というような状況でありますので、まあ、広域的な面積になるというふうに思っていますので、まあ、そういったところは、改めて青写真を作りたいというふうに思っていますので、まあ、その段階でまたいろいろご議論いただきたいというふうに思います。はい、4番釧路安田市議員。次は三本松農場のことです。約、51ヘクタールですよね。51オーブあるですけども、一番多い面積多く多いのが山林です。で、やっぱりまあ、前場に、グラウンドゴルフ場もあったりして、今回、まあ、陳情も出されているわけですけれども、そのお金をかけずに、整備できる、基本的に。例えば山林が一番多い面積があるわけですから、まず最初にお聞きしたいのは、何年生の杉あるいは造木もありますけれども、例えば間伐をしなければならないのは、すぐ施業を追加の補正予算でも組んで、実施されたらいいと思いますけれども、今、財価も高いですしね、
徴用財産として参入が増えますので、この点についてどういうふうなお金のかからないやり方をどのように考えていられるのかお聞きいたします。中村町長。はい、ご案内のように、賛辞もたくさんありますので、ちょっと数字的なところは分かんないかな、ちょっと今手持ち持ってませんので、ですけれども、まあ、いずれにしてもそういったところは有効活用していきたい、まあ、町有財産として、まあ、町有林ですねという位置づけに組み入れながらしていきたいというふうに思っております。まあ、おっしゃるように今高騰しているというのは事実でありますので、まあ、そういったところのタイミングはあるのかなというふうには思っておりますけれども、まあ、そこにはまた補正という形をお願いをするときにはよろしくお願いをしたいと思います。まあ、全体的に広い面積があって、まあ、造成してきたという場所でもあります。ご案内のように学校の方で、活用されてきておりましたけれども、最近は、まあ、管理はされているというふうに思っておりますが、運営の方がなかなか難しい状況があるのかなというふうに思っておりますので、まあ、こういった広い公的地でもありますし、また日南村に近いエリアでもありますので、まあ、そういった観点も踏まえながら有効な活用をこれから進めていきたいというふうに思っておりまして、まあ、現時点では具体的なこうしますというところは持ち合わせておりませんけれども、まあ、いずれにしてもそういった有効活用ができる形で進めていきたいというふうに思っております。はい、4番釧路康俊議員。造成したかつて、まあ、県の植樹祭があったときに、まあ、私たちも参加して植樹した造成地もあります。で、例えば、まあ、畜産も今価格が、まあ、ある程度高値で安定していますよね。そうすれば放牧場とかも考えられるし、草はあるわけですから、いろんな発想をね、お金のかからないことで、施設整備を考えていただきたいということを重ねてお願いをしておきます。それで、あと質問時間が10分になりましたので、日南病院の再任用職員の、まあ、実際には、放射線、医療放射線に従事されていた方の裁判の問題について、まあ、係争中であるし、答弁は差し控えたいということでした。ですが、実際に12月、昨年12月8日の本会議で、弁護士委託料着手金として、まあ、77万円補正、病院事業会計から補正されております。で、これを提案されるときには、実際にはまあ秘密会のようなことで、でしたけれども、まあ、本予算は補正予算として提案をされていました。で、私は病院、まあ、町長の方がいいかもしれませんが、まあ、町長も実際かつては日南病院で仕事をされていたこともあるし、当該放射線技師は何か瑕疵があったのか、まあ、事務で出られていたわけですけどな、町長は。実際に60歳で定年をして、本人は再任用を申請していたけども、断られたということは、慣例上、かつて65歳まで勤めていられた放射線技師もいられました、現実に。ですから、その扱いの差は何人によって生まれたか、私は非常に疑問なのです。で、あともう一点、その弁護士費用の着手金をですけども、病院事業会計から予算を組んでいられます。ですが、被告は日南町長中村秀明さんですよね。
ですから、まあ、どれぐらい今後、実際に承認尋問も7月、7月には開かれるということなんですけれども、もし、分かりませんけれども、町が敗訴すれば、やっぱり病院事業会計でなくて、日南町の被告である日南町の本会計から支出するのが筋ではないかというふうに思いますけれども、まあ、この2点をお聞きいたします。はい、中村町長。前段につきましては、回答したとおりでありますので、いわゆる、まあ、裁判の内容の直接関わる内容だろうというふうに思っておりますので、個人的な見解も含めて、ご遠慮させていただきたいというふうに思っています。2番目の予算につきましては、まあ、以前からですね、その話をいただいているという状況でありますが、まあ、内容的には病院の内容だろうというふうに思ってますので、まあ、確かに、相手方は町、日南町ということでありますけれども、そういう状況でもありますので、まあ、病院予算の方で対応していきたいというふうに思います。はい、4番、釧路康敏議員。確認しますけれども、かつて、まあ、放射線、医療放射線技師のみならず、医師、あるいは看護師を60歳定年を過ぎてから採用した社はの現実を把握していられますか、町長は。中村町長。60歳を超えてからの採用っていうことですか。ですから、まあ、その辺の経過のを直接やっぱり、係争中の内容と連動する話だろうというふうに思っておりますので、その辺は、まあ、本日の会議の中、会議というか一般質問の答弁とすれば差し控えさせていただきます。4番、釧路康敏議員。まあ、私はそれでは補正予算を提案されている関係上、誠実な対応ではないというふうに思います。ただ、確かに係争中なんですよ。分かります。だけども、現実に何人放射線、医療放射線とか看護師とか医師とかいう人を60歳を過ぎても、再雇用されている。今は会計年度任用職員という制度に変わりましたけれども、再雇用をされてきたのかという人数だけはきっちり病院事業管理者、あるいは事務部長から答えてもらってもいいじゃないかと思いますが、どうでしょうか。中村町長。ご案内のように、そういった内容も含めて、今、係争中であります。ですから、そこは主体的なところのあり方だというふうに思ってますし、まあ、裁判の中でそういった数字は報告をさせてもらっているような形になっているというふうに思ってますので、ですから、同じような回答で大変恐縮ではありますけれども、まあ、答弁の方は差し替えてさせていただきたいというふうに思います。4番、釧路康敏議員。まあ、これは平行線ですけれども、まあ、議会民主主義の考え方から言えば、やっぱり予算が提案があって、提案の根拠は弁護士の費用の着手金なんですよね。ですから、それは説明責任が町長にはあると思うんですけども、なぜ会計年度臨時職員の実態について病院の報告ができないのでしょうか。もう一度しっかり現地を取っておきたいので、考え方を表明してください。中村町長。まあ、予算はですね、ご案内のように着手金ということで、お願いをさせていただきました。ですから、まあ、現在その着手をしてますということだけはお伝えできるというふうに思っています。
ただ、内容的にはですね、それぞれがそれぞれの立場で、弁護士を立てながら、係争中の、現在進行中って言えばおかしいですけど、そういう状況にありますので、当然、結果につきましてはまたお願いをすること、予算的なことも含めてお願いするというふうなこともあるかもしれませんけれども、一定の結論が出た段階でのまた協議はさせて、協議なり報告はさせていただきたいというふうに思っています。4番、釧路康俊議員。平行線ですので、これは議論をやめます。で時間が5分余りますから、再度の、町有地の有効活用、大きな柱の3番目ですよね、について伺います。で、そのプレカットの跡地の昨日の一般質問の中でもかなり答弁、議論がありました。で、町有地全般に広げる考え方に立つと、中心地特別委員会で過日、庄山の住宅についても、住宅用地というか、今ある住宅についても調査をしたいと。いうことを、それは今も庄山の分譲地は町有地ですから、それを拡大したいということなんでしょうけれども、質問4紙には具体的なそのことは挙げていませんけれども、改めてもこれについてもね、まとめて住民の意向を調査すると。いうことが大事じゃないかなというふうに思います。町長の施政方針もなかったことなんで、私はその中心地の特別委員会でも意見を申し上げましたけれども、そういうことがね、必要だと思いますが、改めて町長に問います。中村町長。施政方針には直接的には書いておりませんが、ただ、住まい、町内における住まいっていうところの、どういう意味か、不足が発生し、あるいは、空き家対策っていうところの中で、今まで利活用した経過もありますし、当然、これも、それも継続した形のやっていかないといけないというふうには思っています。とは言いながら、やはり日南町に100人近くの転入者がおられる中で、いわゆるその今まで住んでおられる、例えば U ターンあたりですと、場合によっては実家というところもありますが、やはり I ターンという話になりますと、やっぱり住まいがないと生活ができないというのは現実の問題だろうと思います。ですから、そのいろんな形の職業の皆さんが来られる中で、当然、空き家を利活用する、あるいは昨日の話ではないですが、企業が社宅を改修する形っていうところもあったり、さまざまな選択肢を作ることが、これから大事ではないのかなというふうに思っています。行政の職員にしても、やはり町内からも当然来られてますが、最近はやっぱり町外からの採用者が多いっていう実態がありますし、当然、福祉会だとか、病院の職員にしてもそういう実態があると思いますし、多分それは今後も続くんだろうというふうに思っています。ですから、そういった意味で、移住、定住を促進するがための一つの法則として、第一分譲地はもうそういう状況にありますので、やはり今後の展開をするためには、そういったこともやっぱり先行的な施策として進めないといけないんではないのかなというふうに思っておりますので、どう言いましょうか、数字的な形は具体的には今はありませんけれども、昨日言いましたように、総合戦略の中の KPI として今後、加えながら進めさせていただきたいというふうに思っています。4番、釧路康俊議員。はい、
やはり新しい事業を進められるには住民の意向調査、まあ、アンケートという形でいいと思うんですけども、いろんな町民の年齢層の若者から高齢者を含めてね、十分な聞き取りをして、事業を展開していっていただきたいということを重ねてお願いをして、私の質問を終わります。以上です。釧路康俊議員の一般質問を終わります。